ご紹介いただきました大阪の MBS 毎日放送の報道局の記者をしております橋本小夜子と申します。ご紹介いただきました、公益財団法人チャイルドケモサポート基金とややこしい名前ですけども、小児科医をしておりますクスキと言います。今日はよろしくお願いいたします。実は今日私たち先生と2人少し遅れてきたんですけれども、実は私の会社というのがここから歩いて10分ほど近くにありまして、今日と明日会社の中で大規模なお祭りのようなイベントをやっていまして、でそこで私はそこの担当もあったものですから、そこに出ていたので遅くなりました。でその中でさらに楠木先生には小児がんについて、いろんなお話をいただこうということで、その中でも少しトークセッションみたいなのもしていただいていましたので、2人で掛け持ちの仕事をしてからここに駆けつけたということで、ちょっとこの最初からの雰囲気を、ね、空気感をなかなかつかみきれていないんですけれども、なんとか皆さんがこの一連で学んでこられたこと、そしてその中の流れからそれないように、ね、先生と2人でお話をしていけたらと思います。よろしくお願いします。じゃあまずじゃあ私から自己紹介をさせて、どうしましょうか。はい、お願いします。すいません、改めまして小児科医をしてますクスキと言います。こういうイベントに今回呼んでいただいたのはなぜかと考えると、私自身が、中学2年生ですね、今42歳なんですけども、28年前に悪性リンパ腫という、小児がんになりました。ここの右のところに首のところにしこりができて、で最初は近くの耳鼻科に行ってて、何やろうねって話で、なかなか治りが悪いということで大きい病院行って取ってみたらがんだったと。その後約3年間の闘病生活をして、見ていただいており、元気にしておりますということで、でその後、いろいろあって小児科医になって、その中で、その中の小児科の中でも、小児がん、子どものがんを専門とする医者になりました。でそういうふうに活動している中で、僕自身家の親が医者でもありませんし、医療とは全く関係のない状況で、しかも奈良の田舎で育ってきたわけなんですけども、そんな中で、医者になって、目の前で、がんの医療ですね、子どものがんの医療に関わってきて、いろいろと疑問を持ってきたと。例えば医者として思ったのは小児がんですね、子どものがんの治療っていうのは非常に進歩がすごくて、50年60年前は約 20%しか治らなかったものが今は約7割が治るようになった時代になってます。でただそういうふうに医療が進歩しているにもかかわらず、その医療の進歩が臨床の場、つまり患者さんに十分に還元されていないということを目の当たりにしまして、なんとかこれをしたいと。その中ではやはりまず小児がんということが世間一般に認知されていないというところから思いまして、その中で NPO 法人チャイルドケモハウスというのを立ち上げたんですけども、その後今まで13年ぐらいの NPO の活動をしております。でそこの活動をいろいろ言うと長くなるんですが、一つはまずその医師、看護師、患者家族および建築家、薬剤師、院内学級の教師など等を集まって、がんの子どもと家族にとって理想の病院とは何かというのを考えて、たくさんの方々からご寄付を集め、2013年に神戸のポートアイランドというところにチャイルドケモハウスという、医療施設になるんですけども、そういうのを立ち上げて活動してまして、開業してこの4月で5年目になったという経緯で、そのような患者でもあり、医師でもあり、そういう NPO の活動もしていると、地に足がついてない状況ですが、そういうこともあって今回呼んでいただいたと思っております。ちょっと早口でしたが自己紹介とさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。で私はですね、MBS 報道局 の記者をしているんですけれども、このタイトルにもあるように、実は私 の実の父が胃がんでした。ちょっと写真をお願いできますでしょうか。これはですね、父がもう亡くなる直前に、私の当時3歳になる娘が、父の誕生日、71歳の誕生日に、拙い文字で手紙を書いて、それを入院しているベッドの中で手紙をもらったから返事を書かないとなと言って、ちょうどまだまだ小学生になるには早かったんですけれども、ちょっと汚い字なんですけど読み上げると、お誕生日のお祝いのお手紙ありがとう、じいじは71になりました、小学校の入学を
お祝いしましょうね、じいじと書いていて、まあ、この時に初めて私はあの71歳の父が、もうその頃私はもうそろそろ亡くなる時期ももう決して遠くはないなと思っていたんですけれども、まあ、小学校の入学を楽しみにしているんだなということを知って、あのとても切なくなったんですね。で、今から思うとこの手紙というのは本当に最後に見た父の文字になります。で、父というのはあの胃がんだったんですけれども、まあ、ちょっと難しくて食道と、まあ、胃の入り口にある接合部がんというタイプになりまして、あの胃がんの中では比較的難しく、まあ、ほとんど食道がんかなといったあの状況でした。ただ、まあ、私自身も胃がんだと思ってあの5年生存率の数字とか見てあの自分自身を励ましたりとかして過ごしていたんですけれども、まあ、そこまであの長くはなかなか頑張ることができなくって、このおよそ1ヶ月も経たないうちに亡くなりました。その写真が、まあ、その本当直前の写真がこれになりますね。あので、実はその、まあ、今日のお話の中でそのずっと見てきたのがん医療という中でいくと、まあ、父は、亡くなる直前にあの、分子標的薬の乳がんで有名のハーセプチンという薬がありますが、それがその胃がんの再発した患者さんにも効くというのが保険適用された直後に再発が分かったんですね。で、私自身はこのハーセプチンを打ってほしいと思って、当時の主治医にもあの強く願ったんですけれども、まあ、院内体制が整っていないとか、まあ、あの外科の先生に当時かかっていたものですから、まあ、内科の先生に、まあ、紹介しないといけないとか、まあ、いろんなことを言われて、結局そのタイミングを得ることができないまま父の病状が悪化していきました。なので、あの新しいお薬というのはできてすぐにあの投与できるというものではなくて、意外にあのすごく時間がかかるものなんだなということを強く、感じました。で、それはあの私自身も非常に悲しいことでしたし、父自身もあの次の方法があるんだと期待していたにもかかわらず、まあ、打てなかったということで、あの非常にあの、まあそんなに言葉では表さなかったんですけれども、悔しい思いをしていたんではないかと思います。で、それから、まあ、5、6年も今年で7回忌になるんですけれども、その間に私自身は、まあ、がんの医療の、MBS でがんのキャンペーンをしていますので、いろいろながんの医療の取材をその間もしてきました。免疫チェックポイント阻害薬、先ほどから何度も出ていますが、オプジーボ、そしてキートルーダーの取材もしています。そういう中で、実は今あのオプジーボは食道がんの臨床試験も行われています。で、胃がんではサードラインの、あの最終的なあのサードラインの治療薬の保険申請も行われていて、やはりその時に、まあ、客観的にあの記者として見た時には、あ、こういう臨床試験もあるんだなと思うんですけれども、特にこの消化器のがんに関しては、まあ、私自身が、まあ、父の闘病を見てきたこともあって、やっぱりお薬というものはタイミングであったりとか、どの時に自分がその情報を得ているかということによって、本当にあの治療のタイミングというのが難しいなということをあの感じています。で、また一方で、父がもし生きていたとしたらも75歳を超えていますので、あの先ほど中川先生が非常にあの怒ってらっしゃった、あの国立がん研究センターのこの臨床試験、薬が効くかどうかの臨床試験というふうな問題もまた関わってくるし、またそれはそれで悩んでいたんじゃないかなと思ったりもしています。そういうふうな状況で、私自身は、まあ、実際のその患者の家族という立場であるとともに、まあ、医療の取材を続けている立場で、今日はお話をさせていただこうと思います。長い自己紹介で失礼いたしました。じゃあとか、そうですね、まあ、その、まあ、話の流れでいうと、一つ、まあ、じゃあ自分自身の話もして、あの話を、そうですね、 NPO の話もしてくれと言われたけど、はい、さっきちょっと、じゃあ外のことがあるので、まあ、そのやっぱりその時代その時代でいい治療とかがあって、まあ、あの、まあ、僕であれば例えば個人的に亡くなった患者さんが、あの時この薬があったら助かってたかもしれないなという患者さんもやはりいるし、まあ、その時もあの製薬会社に電話して、こういうのが載ってるけどこれはどうなんですかって言ったら、もう日本では無理ですって言って断られたこともあります。で、僕自身は、まあ、今言うと28年前の治療で、まあ、悪性リンパ腫という病気の、まあ、初期で、まあ、その頃で言うと治癒率 50% あったかどうかぐらいだとは思うんですが、まあ、今であれば同じ病状であれば、まあ、ほぼ 100% 近いぐらいの治癒率になっている状況ですね。
で治療期間でいうと僕自身は3年かかりましたけど、今であればおそらく数ヶ月で終わってしまうような治療だと。でその時でも、僕自身は奈良県の田舎のところでしたので、情報があまりなくてというかですね、その頃は治験とか臨床試験とかいう時代でもなかったので、一人一人論文調べてみたいな時代だったわけですが、おそらくその頃僕が大阪の病院に来て治療を受けていれば、その頃では治験の治療で数ヶ月で終わっていただろうと、だから治ってはいるけども、無駄な治療をしているという経緯があると。で、それが28年で前で、僕自身が医者になって、先ほどお話ししましたように、これ阪大病院で勤めてたんですけども、他の病院からも紹介されてくる患者さんがいて、なんでこんな治療をしたんだとか、最初からこうしてればもうちょっとスマートにいけたのにっていうことがやはりいろいろ感じたというのが、NPO の活動、こういう啓発活動をしないといけないなと思って一番最初の、医者としての気持ちなんですね。だからやっぱり先ほど一番最初に言いましたように、医療の進歩が臨床の現場、患者家族に反映されていないというこの現状はやはり何としても変えないといけないというのはあると思ってるんですけども、それはやはり、その昔に比べればこういうふうにオープンに情報とかもなってきたとは思うんですけども、それはどうですか。先ほど栗生さんの、お話であったみたいに、やっぱりその時に見てもらったドクターがその治療、そのお薬に対しやっぱこれしかこの治療法はないってお考えのドクターに当たるのか、そうじゃなくてこの方法もあるんじゃないかとか、さらにもっといろんな文献調べてみようっていうふうなドクターに当たるのかで、やっぱりそこも大きく違うなっていうのを先ほどお話聞いていて思いましたし、で長谷川さんとか途中からしか三つ目先生の話も聞いてるんですけど、前半の方の話が本当申し訳なくて聞けていないんですけれども、やっぱり患者自身も勉強しないと当然ダメだなっていうことも痛感もしているんですよ、方や私自身は。どうですか。でももちろん患者さんが勉強することは非常に大事なことだと思うんですけども、医者としていろいろ教育をされてきて、僕らの時ってちょうどインフォームドコンセントとか、こうですかこうですかどっちにしますかっていうのを患者さんに分かるようにして選択をさせるというか、そこでして適切な情報を伝えるということなんですけども、これ先ほどの、医療国立がんセンターの話もありましたけど、果たしてそれでいいのかっていうところが今実は来てるところじゃないかとは正直思ってまして、例えば全然やっぱ専門的なところがあまりにも専門的すぎて、なんていうんですかね、どっちがいいと思いますかって言って、それは言えませんとか言って医者が言うっていう状況はまた違うと思いますし、で、決めれる人もいれば決めれない人もいる、患者さんごとに多分おそらく今まで出てきた話というのは大きな意味合いでね、そのデータ的にこちらの方が優位であるとかいろいろ、それは非常に大事なことなんですけども、どっちかというと僕はそういう正直頭のいいところの方はあまりしてなくて臨床の現場の一人一人のお話を聞くというところもあるし、小児がんだけでいうと数が少ないので統計でいうと誤差の範囲がものすごく触れるんですよね。だからデータの、ラインが例えば 10% であってもこの 10% は 95% 試合というその確率の幅でいうと、実は 2% から 20% とかっていう間であったりとかですね、そういうふうにその、数字にどこまで意味があるかっていうところは実は数が少ないとなかなか難しいところもあるし、一人一人の患者さんにおいては先ほども出ましたように、100人に1人は治ってるかもしれないし、やっぱもし自分がもし医者としてやって目の前で100分の1しか治らないけどっていう子が見たら、でもやっぱり治療する方のことも考えるしっていう、多分いろいろ問題が多分今流行りの意思決定支援というところだとは思うんですけども、そこのところをどうもっとしっかりとやっていくということがおそらく多分医療の一人一人の患者さんにとっては一番大事なことではないかなと、NPO の活動をしているといろんな相談を受けるので、そこが大事だと思うんですが、そこは どういうふうにしたら一患者さんが、先ほどに患者さんも勉強するべきだって言われましたけど、できる人とできない人がいるし、自分でやっぱり納得して治療を選べる人もいれば決めてくださいっていう人もいると思うんですね。そのあたりはそう取材とかテレビとかされてて、どういうのが一番いい。ただやっぱりいろんなことを考えていくと、やっぱり自分自身で知っていく、ご家族が能動的に調べていくっていうのは不可欠だなと思うことがいつも多いんです。
で、というのもやはりその本当に自分が納得した治療に結びつける、たどり着くためにはある程度の情報収集もいないといけないし、そのためにまあ、英語ができたら一番いいんでしょうけれども、文献も読み込めないといけないし、ホームページも一番知りたい情報は医療者向けのサイトだったって、そこまで読み込める人と読み込めない人といるし、その間をどうやって埋めるのかっていったことを、また私はまあテレビなのでどこまで詳しく伝えられるのかっていったことはいつも悩んではいるんですけど、埋めないといけないなと思っているんですね。まあ、ちょうどつい本当先週あった話なんですけど、まあ、夫の方の親戚ががんがちょっと見つかったというふうな突然相談を受けまして、まあ、私が医療の取材をしているからなんですけれども、まあ、突然こう連絡があったのが、どこどこ病院で治療しようと思うけどそれでええかなっていうふうなことをいきなり言われて、いやそれだと、いやそれはちょっと違うんじゃないかなと思って、まあ、一生懸命こう電話で説明をしたんですけれども、なので、まあ、私は特に今そういうふうなことを言ったのは、つい先週 の自分自身が体験したことが強かったのかもしれないんですけど、まあ、どの病気なのか、どの段階なのかといったことを、まあ、ご家族なりご本人なりが、まあ、何らかの形でアクセスしていく必要があるのかなと思っていて、まあ、その中の一つのツールに今、NPO の活動もあるんじゃないかなと思うんですけど、先生そのあたりいかがですか？そうですね、そうですね、まあ情報の、例えばセカンドオピニオンもそうですし、伝え方っていうのはやっぱり本当に、難しいなというところがありましたけど、その国立がんセンターのデータも、一般的に今お話していたデータがその通りだと思うんですけど、じゃあ国立がんセンターに来ている75歳以上の人は治療してしなくてもいいのかみたいな話のデータなのかなというところも、取り方もあったりとか、なかなかデータって本当に、ね、難しいと思うんですね。で、治療選択、こういう話を多分するといろいろややこしい話になってくるので、一つちょっと、そのエビデンスとベースとメディスンというのは、多分今までの話で言うと、要するにちゃんと科学的根拠があって治療方針を言いましょうと、僕これがいいと思うわっていう医療はダメだよっていうことが、この時代に流れてきて、情報がいっぱい出てきて、今度それが難しい状況になっていると思うんですけど、だからエビデンスベースとメディスンというのは、こうこうだからこっちがいいよっていうことではないんですよね。こういう客観的な情報があるけれども、あなたはどうしますかっていうことを言うのがエビデンスとベースとメディスンということで、一応なっていると思うんですが、僕が一人ちょっと、この話を聞いてみましょうと考えてもらいたいなと、僕の中でも結構衝撃的な事例があって、脳腫瘍の患者さんで、この、手術して抗がん剤治療をして、最後にここに放射線治療をしたら 70% 治る、放射線と治療をしなかったら 40% の確率になると、普通は当てますよ、放射線治療するってなるじゃないですか。だけど、子どもで放射線治療をしたら、当然その後の治療で脳に障害が残ったりする可能性がある、必ずしもそうではない、もちろん量的にだけどその可能性があるっていう話のこうなんですけど、治療どうしますって言ったら、放射線治療しませんとお母さんが言わはったんですよ。で、これはなかなかすごいじゃないですか。で、それをこう医療者として認めていいのかどうかっていうのは非常に悩んだっていう経験があって、で、その方今も元気にしてるんですけどね、もう10年以上経って元気にしてると、でもそれはデータ的にそれはそうですよね、こっち 40% のこうなってますから。だから、そのことを思った時に、その医者としてはね、やっぱり医者としては当然そういうふうな教育があって、ちゃんとエビデンスにのっとった医療をして、きちっとそっちの方しかダメだというか、いう話をこう教育されてきてるけども、自分が本当に正しいと思ってることって、本当にその子にとって正しいかどうかっていうのは、そういうことも総事例においては全く違うというところがあって、なかなかこうデータがあんだけ出てくるときに、そのことについて、今言ったぐらい、今のお母さんぐらい、こういろんなことを覚悟して人生を決めれる人っていうのがどれぐらいいるのかなとはいつも思ってるので、で、そのために、それはでもやっぱりその人だけではなかなか頑張れないと思うから、先ほど出てきた意思決定支援的な、そういう何かしらの支援が必要で、それが NPO であるとか、マスコミであるとか、やはり現場でいうと、個人的にはそこはやはり看護師さんがね、僕は一番担うところで、どうしても今日もそうですが、医者がね前面に出てくることが
多いんですけど、実際のまあ僕が関わっている医療現場でおいてはやはり看護師さんの力っていうのは非常に大きくて、まあ、その正直ピンキリありますよピンキリありますけども、やはりマスコミもピンキリですか、ね、ありますけど、やっぱいい看護師さんに出会った患者さんっていうのは本当にあの納得した治療を選択できているようなイメージがあるので、まあ、この医療全体を考えるというのであればですね、あの何かしらそう看護師の質を上げるようなことっていうのがあの、まあ、できればなと、まあ、そういうのってこうそれこそもなんか数値化できるものでもあんまりないかと思うので、まあ、こういうふうなあの NPO とかマスコミとかという活動が大事じゃないかなとは思います。はい、その実際あの取材をしていると、あの、まあ、がん認定看護師さんがいたりとか、いろんなあの専門の資格を持った看護師さんのがいらっしゃるんですけれども、でも結局私が取材してきた中では、やっぱり患者さんって最終的にドクターからの説明をやっぱり一番納得されて、ですんなり受け入れるって印象がやっぱり強いんですよ。でもやっぱりドクターの忙しさもずっと目の当たりにしているの でそうであれば、その時に私自身メディアの役割っていうのはそうじゃなくて、まあ、医療っていうのは本当にチーム名ばかりのチーム医療ではなくて、本当のチーム医療っていうのは それぞれの職種のプロフェッショナルの人たちがやっていることをこちら側もちゃんと理解をして、あ、じゃあこの看護師さんのおっしゃっていることだから、ここでこうしようって選択をしよう、あ、こちらに質問とかっていうことがちゃんと納得できる形になっていくように、毎回毎回それをキャンペーンみたいに伝えることっていうのはあのテレビという特性上難しいんですけど、それも一つなのかなっていうのは常に思いますね。そうですね、なんかそういうものを多分僕が見ててもやっぱり看護師さんの魅力とか伝えるの難しいと思うんですけどね、そこが、どうしたらしたらいいですかね。まあ、そうね、はい、なんかまあ NPO の話っていうことも言われたんですけれども、やっぱりあの私のキャンペーンの話っていうのはちょっとあまりできなかったんですが、あのまあ MBS ではそのがんのあのまあ検診のまあ啓発のキャンペーンというのもまあ5年前から始めていまして、でも実際に検診行きましょうって呼びかけたとしても関心持ってもらうことはほとんどなくて、まあ私自身はそのがんの医療のまあ報道をの方を主に担当するっていう形であの伝えてきているんですけれども、まあ、そういう中であのNPO さんとの、 あのつながりというのはやっぱり大きな、ね、あのものがあるなと思いながら、あの何の話をしようかどうしようか分からなくなってきましたけど、でも、まああのまあ、NPO っていう存在があのこれからなんかもっとあの、まあ、看護師さんもいろんなあの医療者のお仕事もそうなんですけれども、あのもっとし信頼性がもともと高いものではあるんですけど、さらに高めていってもらってもいいんじゃないかなとは常々思いますよね。それもね、やっぱりこう先ほどおっしゃったように、まあ、先のねやっぱ医者から説明があったら納得するっていうところの文化を、まあ、まず一つは変えたいというところがあって、医療看護師も医療師なんで看護師がしてもいいような感じにできたらいいなと思いますし、であとまあその NPO のことでいうと海外とかその 子供ってその当たり前ですけど病気に基本なりにくい年齢で数が少ないと、でこれをこう経済ベースに乗せようと思ってうまいことを回そうと思ったらそれは絶対無理なんですよね。どう考えたって数が少なくて難病の子とかでそれに対して十分な医療をしようと思ったら医者いっぱい集めないといけないけど、その患者数の対象数はめちゃ少ないっていう、そんなことをだけど子どものために一生懸命やろうと思ったら、まあやる方法って言ったらそれはもう特別扱いするしかなくて、海外であればまあそのアメリカとかはあの NPO とか公益財団とかがファンドで寄付を集めてですね、子どものための医療っていうのは社会からの寄付で成り立っているというところがまあ当然ではあるところなんですけども、まあ日本にはなかなかそういう文化がない中で、ということでまあ活動を始めたんですけど、してみると意外とあの思ってたよりはそういうことはなくて、それといろいろねあの協力していただいたこともあって、できてきてるとは思うんですけども、だからまあそれがでもまだまだやっぱり継続していくっていうことが難しいですし、まあ今までのその、まあ、うちでいうと建物がまあできるところ、まあ、そういう施設を作るぞっていうところで頑張ってやったので、まあ、そこまではその、まあ、企業等も合わせて、まあ、約7億8億
が集まったけども、まあ、今度そこからの方が結構大変でずっとこうやっていってるわけですけども、まあ、そこから当然寄付の額がこう下がってきてるわけですよね。で、まあ、当然テレビ的にもねなかなかこう継続してやってますよではニュースになりませんしねだから、まあ、ここを継続していくっていう、まあ、あのことっていうところが、まあ、どうしていくのがいいかっていうところっていうのは非常に難しいところですよね。一番ねそこが何か海外とかだと多分あの定期的にね歌手がコンサート1回するとかマラソン1回したらそこでも1億2億ポーンと集まるんですけど、うん、なかなかやっぱりそういうわけにはねいかないですから、そこが難しいところですけどね。まあそのまあ、寄付文化というのが日本ではなかなか、ね、進まないというところに結局は行くのかなとも思うんですけれども、でもまあこうやって NPO の人から NPO に相談をして情報を得る、そういうふうな情報というのがあのインターネットで気楽に取ることもできることもありながら、でも実際にはその、ね、梶谷さんがされているオンコロみたいにもあそこまで細かくやっていくというところでは決してなんか全部がただではないんだなというふうな感覚をあの持つ必要はあるかなと私自身はすごく強くいつも思っていることなんですよね。先生なんかそろそろ終了って言ったのでちょっと分かりました、はい、では最後にちょっとだけ話がぶっ飛びますが宣伝、まあ、あのずっと実はですね、まあそういまあ、小児がんに関しては啓発活動が非常に大事で、まあ、その元気になった子どもたちが明るく育つために啓発活動を実はしていて、今年5回目になる神戸でポートアイランドのところでウォークイベントをしています。で6月10日に、またこれの啓発活動で今日も着ているこういう緑の T シャツを着てですね歩くというイベントをしてまして、MBS さんの方からもあの先ほども言った高井アナウンサーも来ていただいて、橋本さんも毎年来ていただいてスタートコールをして神戸の街を歩いてますので、ご都合のこつく方はぜひぜひいらっしゃってくださいということで、最後はすいませんありがとうございます。はい、以上です。